こんにちは、大地清です、オラホの地域自慢、本日はですね、これ川にあります両権山清水寺にお邪魔をしております。お話をしていただくのは、ご住職の野沢秀明さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて、こちらの清水寺でございますけれども、大変に由緒があるといいますか、古い、お寺でございまして、言い伝えによりますと、平安時代にお寺ができたと。はい、言い伝えでございますけれども、2度ほど火災にあってまして、古い文献は残っておりませんが、はい、言い伝えですと私で37代ということになっております。はい、37代前は、一体何年だろうという、さっきちょこっとですね計算をいたしましたら、多分1200年、西暦でいうと1200年ぐらいじゃないかなというお話でございます。お寺そのものは平安時代にできたという話なんですね。これも言い伝えですけども、京都の北側の方にあります比叡山延暦寺の、はい、第3代座主という方、慈覚大師円仁という方がおられますが、東北地方でも多いんですが、その方がうちの寺の開祖ということになって言い伝わっておりますので、そういう形で、その頃じゃないかなとは思っております。平安時代といいますと、この間伺った豊崎の普賢院さんでも確か平安時代の、頃のお話だったように記憶をしておりますが、やっぱその頃は全国各地に、そういう全国までどうかわかんないですけど、各地にそういう形でお寺が作られていった時期なんでしょうか。そうですね、普賢院さんも真言宗のお寺さんですし、私どもの寺は明治に入って改修しておりますが、その前が天台宗でございましたので、はい、日本全国にですね、そういう昔からの真言密教、天台密教ということで、そういうお寺さんが全国に立っておられても不思議ではないのではないかなと。この近くですと二戸の天台寺さん、 それから南に行くと有名な今、世界遺産になりました中尊寺さんも、はいはい、天台宗でございますので、そういう形でこの地区にですね、真言宗のお寺さん、天台宗のお寺さんがあっても不思議ではないと思います。はい、それでこの清水寺さんなんですが、奥州中信33観音の第2番札所ということで、こちらでも由緒を感じさせるわけなんですが、さらにですね、こちらには県内最古の木造建築として知られております観音堂が、はい、1500年代に建立したという、必ずその昔ですと棟札というのが残っております。はい、どういう形で誰が寄進されて、はい、いつ頃にこういうのを建てられたんだという棟札が残っておりまして、はい、観音堂の方にもその棟札が奉納されてまして、はい、一番古いやつが、1500年代の後半でしょうか、そういうのが残ってますので、その時代のですね、はい、建物であろうというのが推測できますし、その関係で、当初は県の重要文化財、はい、それから昭和54年頃だと思いますが、はい、国の重要文化財に指定していただきまして、はい、県内最古の木造建築ということで、指定を受けております。県内最古ってね、その棟札もそうですし、中にその、ご本尊である何でしたっけ、難しい名前なんです。本尊は基本的には観音堂ですので、観音菩薩なんですが、はい、その中に別なやつとして、天武龍像というのが、
ご安置になっておりまして、平成14、5年頃だと思いますが、県内一斉にですね、古いそういう美術工芸品、また仏像がないかという県のご依頼で弘前大学の先生がお見えいただいて、ご調査していただいたら、平安末頃の仏像であろうということで、まあ、発見ということではありませんが、私らは普段からずっと見てたんですが、そういう古い仏像だというのが分かりまして、はい、それが木造ですと一番古いであろうということで、ご紹介ということはないんですが、そういうふうなあの認定を受けております。ということはですよ、金剛力士像とかあっちの奈良の方行くとはありますけど、はいはい、ほぼ同時期ぐらいのやつって考えていいんですかね。そうだと思います。私も当初、先生からお伺いしたら、よく皆さんよくご存知だと思うんですけど、体内仏だとか、はいはいはい、あの仏像の中にですね、はいはい、いろんな経典だとかっていうのが入ってるんじゃないですかというふうなお聞きしたら、それは鎌倉以降であろうと。鎌倉以前の平安時代の仏像というのはそういうのをいわゆる体内仏だとか体内に何か納めしてるということがなくてですね、はい、そういうのもまた決め手になって、エクセンで見てもやっぱり中には納められてないということで、そしていわゆる仏像の作り自体がですね、はい、どちらかというと細身じゃなくてふくよかなような感じの作風というのが、やっぱり平安時代の頃のいわゆる作風ということで間違いないだろうということでお聞きしておりました。もったいないことに私さっき見せていただきました、はい、という具合にね、大変に古い古いって言っちゃっちゃうしょうがないんですけど、今私はご住職にお話を伺っているのは、本堂で伺っておりまして、こちらは何年か前に改築されたんですね、はい、平成、12、3年頃に、本堂を新築いたしました。その前の本堂も建ってから100年は経ってあったであろうということだったんですが、なかなかその昔の本堂の作りでして、いわゆる基礎工事をせずに、いわゆる石の上に、礎石の上に立ってたということで、だいぶ年数経ってきて傾いてきたものですから、で檀家さんのご協力をいただきまして、新しく本堂の方は新築になって、今そこでお話をさせていただいているということでございます。大変立派だと言いますか、厳かと言いますかね、でこちらこれ川でございまして、街中と全然空気が違うんですね。まあ、周りに緑が多いせいでしょうね、きっとね。はい、この地区は市街化調整区域にも入っておりまして、なかなか、規制が厳しいものですから、いわゆる開発を簡単にできない地域でございまして、昔からここは柿の里と言われて、はい、もう緑の多い、また新田川の川辺にずっとこう細長くある地域でございますので、昔から景色はあまり変わってないということだと思います。とっても風が心地よいんですけどね、実は私はこの清水寺さんに小学校の遠足で来てたんです。根城から、一度、ほぼ半世紀前になりますが、私が半世紀っていうより、ずっとずっと古い歴史のあるお寺さんに今日は伺ってお話を聞いてるんですけど、鷹の伝説がありましたね。はい、もう何年頃か分かりません、昔の言い伝えですけども、鷹が夜な夜な現れて、いわゆる作物畑を荒らしてたということで、はい、その鷹を描いて、それに足のところに釘を打ち付けて、飛ばないようにということで、観音堂の方に奉納したら、いわゆる夜な夜な飛ばなくなったという
言い伝えのある、これも定かではありませんけれども、はいはい、そういうのがあってですね、たまにお見えになって、ご存知の方は見させていただけませんかということで、どうぞということでご紹介をしてましたけども、やはりその、まあ、札所ということもあるのかどうか分かりませんが、そういう歴史好きの方ちょくちょくお見えになりますか。たまにですが、お詳しい方はいろいろとお調べになってですね、ちょっと見させていただきたいという方がお見えになりますが、普段はいわゆる田植え上がり、それから、稲刈り上がりにですね、先ほどご紹介あったぬかべ三十三観音巡りということで、いわゆる回ってらっしゃる方がお見えになることが多いですけども、いわゆる美術的な、また歴史、まあ、俗に今入りですけど歴女の方とかですね、たまにお見えになってそういうことをお聞きになる方もいらっしゃいます。それとご住職がちゃんとお相手するんですか。おればですね、はい、お見せしてですね、ちょっとご説明することもございます。はい、1日目、こちらの清水寺について、ご住職の野沢秀明さんにいろいろお話を伺いました。明日はですね、その県内最古の木造建築と言われております観音堂の前で、またお話を伺うことにいたします。これからにお邪魔をいたしまして、大変に歴史のある両厳山清水寺、ご住職にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。